ギオーム・ビゴルダン・カミーユ・ギオーム・ビゴルダンは、フランスの天文学者である。パリ天文台で働き、科学アカデミーの会長を務めた。星雲の観測に功績を挙げた。タルイコール・エイコール・がロンルンのシスタルズに生まれた。1877年に、トゥールーズ天文台に助手として、フェリックス・ティスランの下で働き、1879年からパリ天文台に移った。 パリ天文大院として、1882年の金星の日表通貨を西インド諸島のマルティニークで観測し、翌年はサンクトペテルブルクで観測した。1985年パリ天文大長、アメデムーシェの娘と結婚した。翌年2800個の銃声の計測による研究によって博士号を得た。1894年には小惑星アルマを発見している。 1911年に五巻の星雲のカタログを出版し、その功績により1919 19年、王立天文学会ゴールドメダルを受賞し、レジオンドヌール勲章を受訓した。1903年から軽度委員会のメンバーを務めた。フェリエ将軍がエッフェル島から無線法事を始めるとそれを受信することを、方々の天文台に進め、 1920年から1928まで国際法事局の局長を務めた。1924年から1926年科学アカデミーの会長を務めた。ありがとうございます。